第1回デニスローの隣選手権。先日のボックスガチャで颯爽と現れた最強センターフォワードデニスロー。その圧倒的な性能から巷ではデニスローを使いこなした者こそが天下を取るだろうと言われており、今ウィニングイレブン界隈ではデニスローを生かす、もしくはデニスローに生かされることでチームの勝利に貢献できる選手、すなわちデニスローの隣にふさわしい選手は誰なのかという熱い議論が展開されております。そこで今回私令和チャンネルが満を持して第1回デニスローの隣選手権を開催したところ、なんと世界中のセンターフォワードから応募が殺到。その数なんと合計誰が来か流出しや。この応募総数どうですか令和チャンネルさん。まあ言ってしまえばヒカキンの相方選手権みたいなもんですからね、妥当な数字だと思います。なるほど、みんなおっぱいが好きということですね。ありがとうございます。なお今回のこの合計の応募の中からスタッフがなんとなく選んだ6人の選手がスタメン枠、そしてスパサブ枠に分かれてデニスローの隣をかけて争います。それではここからは現場の令和チャンネルさんにお返ししたいと思います。果たしてデニスローの隣を手にするのは誰なのか、間もなくキックオフです。はい、というわけで今回は第1回デニスローの隣選手権やっていきたいと思います。まあね、これどういう企画かって言いますと、言ったらね、普通に今までやってたことをただ動画にしただけなんですよ。例えば、デニスローの動画撮ろうって思った時に、じゃあデニスローの隣誰にしようかなって考えたらいろんなやつ試すんですよ。その過程をただ動画にしてるだけ。言ったらサブちゃんみたいなもん。まるでなんか大型企画かのように見えとるけど、今まで作業としてやっとったことを普通に動画にするだけっていう。まあ、テレビ番組で言ったら、その、セット組むみたいな感じ。一応ね、先ほど言ったように、スタメン枠3人、スパサ枠3人で、計3試合やります。それでは6人の中でね、一番優れてたこいつがデニスローとベストマッチだなってやつをちょっと選んでいこうかなと、そしてそれを発信していこうかなと思います。まあ、それではね、まあ、試合数もたくさんありますので、早速始めていきましょう。エントリーナンバー1。マルコーファーバースデードーン、まあ、デニスローに生かされることも生かすこともできるんじゃないかなという、この非常にバランサーということで、今回ちょっとなんかマルコファーバースデン一発目にぶち込ませていただきました。早速ね、やっていきたいと思います。第1回デニスローの隣選手権制するためには、まあ、その調子、まあ、コンディションのところですよね。ここも大事ですし、当たる敵っていうのも大事ですね。こう自分のパフォーマンスを発揮できるような相性のいい敵とこうマッチングできるかどうかっていうところも非常に大事だというところでございます。さあマルコファンバステン、まずはその調子の方どうでしょう。いいですね。デニスローの調子も十分だと思います。そして相手はこれだ。なんとフェルナンド・サントス、ガチガチタイプ、最悪の相手です。まあ、てかデニスローを使ったことがそもそもあんまりないというところもあるから、シンプルにデニスロー使うのが楽しみというところあるけどね。ファンバステンのこと忘れそう普通に。ナイスバレー G、はい、立て出してデニスロー一回下げるか。ああ、いいね、デニスロー。まあ、ここでまあファンバステン出てくると、まあ、ポジションとしてはいいですね。ファンバステン、まずはポジショニングのところでプラス5点ですが、パスがミスしてしまいました、マイナス5点。まあ、最終的に結局デニスローと共闘して俺に勝利をもたらせるかどうかがポイントやから、そうそうそう、ファンバステン活躍するとかではないよな。これはデニスロー行きましょう。うわやべ、デニスロー、うわー、デニスロー、あー、デニスローがダセー。ファンバスに行きたいけど、ちょっとまず一回落ち着いて、そうだね。メッシー、こっから、おお、いいぞ、あー、惜しい、今、デニスローを生かすことができませんでした、ファンバスで選手、マイナス50ポイント。さあ、ここからデニスローとファンバスでの相性を見ていきたい。いいぞ。うん、うん、うん、うん。いや、わかんねえ。まだデニスローの最大出力がわからんから、調子いいのか悪いのかわかんねえ。間切る仕事は僕に任せてください。それではボールを取ってください。お願いします。あなたは、AED みたいな、あなたはボールを取ってきてください。これ良くないですね、ちょっと。ファンバステン選手、ちょっと良くないですよ。このままじゃマイナスポイントで演技終了。なんと、ファンバステン選手、演技終了。平和を具現化したようなスタッツ。さあ、ファンバステン選手、演技の時間を終えて、ピッチを去ります。そして代わりに入ってくるのは、この男。エントリーナンバー2、ドゥバーンスパーダー通行。まあ、スーパーサブ界では非常に優秀なポストプレイなんで、ポストプレイ代表として今回ちょっとやってもらおうかなと思います。後半デニスローはだいぶ体力下がってますからね、ここをいかにどううまいことさばいていけるか、これはドゥバーンサバタの力量が試されます。やばい、うわーこれまずくね、うわファーストタッチ持ってかれた、これは終わり。いやこれドゥバーンサバタ入ってからちょっと雰囲気悪いな、これドゥバーンサバタで良くないかもな。うん、サバタメッシじゃなくてここだな。でここでメッシ使って一回ダブルタッチ挟んで、そうでメドベルが止まれ、デニスロー、デニスロー、デニスロー、まずボール持ってデニスロー、ナイス、
ここだ。いやサバタイヤ行きたかったら、お前はラッキーラッキー。そしてベッカム、ここでしっかり決めることができるのか。できます。なぜなら操作してるのが令和チャンネルだから。完璧。かっこいい。2割増しじゃん。やばくね。わらび餅ときな粉みたいな、ベッカムと俺。いい感じですよ。しっかり同点で返しましたからね。さあ問題はここから。デマンサバター、今のところプラマイゼロといったところでしょうか。ああ。うん、これはもう一回こう振り回して振り回して、くさびのチャンスを待つ。そうでしょ。うまい。サバター出せるか。デニス・トーリー繋げた。いや素晴らしい。これは素晴らしい。デマンサバター選手、令和チャンネルが求めていたプレーです。どれどう、うん、え、デニソン行った。わー、メッシしっかりやれば、マイナス5万ポイント。え、デニソン、デニソン、うまい。サバタ行けるか。サバタ行ったか。サバタ行った。サバタここ決めてたらもうお前の天下だった。明智でした。サイドちょっと行って、ネトベルがグニューグニュー、ネトベルグニューネトベルグニュー、メッシが、ふいロー。うわー、サバタローのこの、うわ、ホットラインが今、熱いもの見たのに惜しい。いや、だって、ビエラやば。ファール取られた、かわいそう。だいぶ後半試合が動きましたね、これ。それにしても、デバンサバとデニスロー、非常に相性良かったですよ。まあ、結果は、後ほどということで、早速次に行きたいと思います。エントリーナンバー 3! ディエゴ・フォルラウ、インテル。このフォルランとデニスローが非常にこう、なんていうんですか、比較されてるということで、まあ似た者同士というわけですね。まあ似た者同士を組ませた方がいいというのは、このメロンパン氏の研究結果で確認されてますので、これは間違いで強いと。その研究結果通りであれば、まあ一番いいハーモニーを奏でることができるんじゃないかと。はい、やっていきましょう。まあ分かったことが一個あるとすれば、これ多分エントリーナンバー若い方が不利だわ。なんでかっていうと、俺がデニスロー全く分かってない。俺が、だから単純に、エントリーナンバーが最後の方が、多分俺がデニスローを使うの上手になってるから、多分普通に有利。調子の方。どうですか？しかしデニスローがついてきてない。これは不運ですね。そして相手はこれ。はい、ガッチャガチャと。さあ、でも逆に言えば、この画像を崩すことができれば、これフォルラン・デニスロー最強ってことだから、まあ証明になりますからね。普通に、デニオレ、勝った。強っ。フォルラン・デニスロー強っ。エグゾディア、エグゾディア。相手のレーティングは1250。9。1428。いつか当てたい。さあ、次は、どうか。素晴らしいですね。これ厳しいか。明らかになんかフェルナンド・サントス食い物にしてますみたいな使ったし、ボコボコにされるかもしれん。まあ、その時は、もし俺がボコボコにされた場合だと、それ全部フォルランに跳ね返るから。はい。うん、これ、一回立てたぞ、デニスロー。ワンパン。うまっ。いや、トートラン。おい、ほら、ちゃんとデニスローに合わせろよ。デニスローの基準が全てだと思う。アイザースグレーから、そいつが。マラングサール。はい、ビエラ。中入れたい。あ、ナイス！フォルラン。これはもうメッシから、来た！デニスロー！うわー、シュート一本！フォルラン、キックメイトで前向いてシュートできない！ディフェンダーがきちいわ、こいつら。はい、フォルラン、ナイス！ナイス！素晴らしいヒールってパス！メッシ。いや、クソだ。その後がクソ。後続がクソのパターン。ネドベド。合わせるか、フォルラン。合わせた、フォルラン！いや、惜しい！これは、クッソ！間に合うか？間に合わない。なんとフォルラン選手、ここで演技終了です。エントリーナンバー4、フィリッポ・イザーキー。レッツゴー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 。フィリッポ・インザーキーに関しては、もうデニスローが完全に引き立て役になります。どっから取れよ。ここだ。よーし、オッケー。何これ行けよ、早く。ボールに集まれ、お前ら、ゴキブリみたいに。この、運も味方でできるかどうかっていうのが、この第1回デニスロー選手権の非常に重要なポイントですから。それを表現するからのプレイが出てきましたね、早速。さあ、取れるか。お、デニスロー頑張った。インザキ。おー、その後しっかりと頑張れよ。ローをねぎらう。で、こっから、出されたインザキ来るか。いや、惜しいな。まあ、でもインザキとデニスローの感じはまあ悪くはないか、今のところ。一回上げて。そうそうそう、インザキ下げて、うん。デニスローを使おう。デニス、出せ！うまい！キックメイト！このメッシュ！うおやるじゃない！メッシュ、ここだ！はい、ビエラ！はい、こっち、インザーキ！はい、デニスとか行かせてあげて、インザーキに、うわ、なんだこれ、なんだこのサッカー！なんだこれ、うわ、やべえ！いや、だがしかし、どうですか、皆さん。さあ、ボーナスポイントプラス10億点がディエゴ・フォルラン、そしてフィリポ・インザーキに贈与されます。ということでね、早速ね、ラストラウンド行きたいと思います。エントリーナンバー5、フ
受けるあいつなんなりー強い。結局デニスローっていう選手を見たときに一番最初誰と組ませるかって考えたら、まあ誰しもがルンメリケって答えるんですよね。はい、牛丼のトッピングで言ったらチーズみたいな感じ、これが大本命みたいなとこありますね。早速ね見ていきたいと思います。いきましょう。まずは調子の方なんですけど、よろしい。まあデニスロー普通だな。まあそんなについてはないと。しかしそこは実力でなんとかしてしまおうというのがルンメリケですね。なんかありがたいことにみんなフェルナンド・サンチェスだから、なんか割と均衡保っててるんでこの辺、まあ中とか使ってさ、メッシでこっからデニスローよ。で、デニスローか。そう、容赦ない、ワンパー。くぅー、ここ通らんのきついな。まあ、今のところ、あんまりなんか、ルンメリケとなんか、デニスローの相性が良くない。ちょっと待って、この辺、ぐだりすぎ。まず、これ、ついてない。ルンメリケ、あー、ルンメリケ、ついてない。じゃあ、メッシが上げる。あ、いいね。ルンメリケ、これ出せるか。いいよ。いっか。おー、わー、デニスロー打てんか。まあまあ、打ったけど入らんか。よし、キックウィンド。くっそー、容赦なく行きやがった。くっそ。なんであいつキックウェイド見越した上でポジション取ってんの、あいつやばくね。キングクリムゾンだろ、スタンド多分。ベッカム1個持って。ここ出せるか、ナイス。デニスロー。そう、フィニッシュだ。ああ、うまっ、なにそれ。これ、デニスロー特殊スキルじゃね、見せたの、ついにアウの呼吸。やっちゃえ、プジョル。うおー。今、プジョル5万点今。ウィエラ。あ、開いてんじゃん。そういうスキルあんまないの分かってるけど。うりゃー、ベッカム行け。お前の方が強い。お前が本物ベッカムだ。そう、お前が本物ベッカム。で、うん、メッシ。まあ、これはさ、もう今回で、これですよ。あえ蹴らない。俺はそこで、蹴らない。あえて押さない。押さないんだ。さあ、ルメリケ、これ一回まで。よし、デニスロー。いった、デニスロー完璧。出せるか、出せねえ、くそ。リオネル・メッシが足引っ張っとらえ。ああ、まあ、前半を負けて折り返しているということで、ルメリケ選手、最下位です。さあ、そして、最後の挑戦者となりました。読んでいきましょう。エントリーナンバー6、キングストレイマンコ。まあ、このマンコ今非常に持ってるマンコでして、もう何が起こるかわからんということで、まあ、この可能性に満ち溢れたこういう選手で、これ勢いのある選手とデニスローの相性というのを見ていこうというわけですね。自ら通る。よし、デニスロー、待て、マンコだ。ナイスマンコ。あら、なんか弱っち。本当にマンコみたいになってる。あ、ショーハッてやられた。なにこれ、えぐ。あ、お、うまいよ、いや、すげえ。あ、いいね、マンコ。デニスロー、ナイス。これ、もう一回さら行こう。で、一回、スピード持ってて、ベッカムがバーって行って。あげる。いや、マンコ行くんか、そこデニスローやろか。マンコ。ナイス、いいぞ。デニスロー。前だ、ナイス。マンコ、なん、どこ走ってるこいつ。何これ、アホマンコ、マジで。ふざけんなよ。性病かかっとるやん、こいつ。勝利なんてありえないぞ。デニスロー。うまい。マンコは何をやってるの、何勝手に下ってんの、あいつ。おい、折り物してる、あいつ。だる。ちょっと、おい。ああ。さあ、全選手の演技が終了しました。それでは、結果の方、発表させていただきたいと思います。第1回。デニスローの隣選手権、優勝したのはエントリーナンバー0、リオネル・メッシ選手。